日本兵庫県伊丹市、小坂田小坂田は、兵庫県伊丹市の大技。住居表示は実施しておらず、下に9つの小技がある。郵便番号は障子により管轄が分かれており、伊丹郵便局の管轄する実が元などが 664-0833, 池田郵便局の管轄する、自食田が563-0801となっている。旧河辺郡上津村に属した地域。 全域が大阪国際空港の敷地内であり、居住者はいないが、空港北ターミナルビルや各種の付随施設が小坂殿を所在地としている。空港の北に兵庫県警、毎日新聞社、読売新聞大阪本社、朝日新聞社の格納庫が連なっているが、このうち兵庫県警、毎日、読売の格納庫が立ち並ぶ部分は伊丹市、下河原、 朝日新聞社の格納庫部分は大阪府池田市空港の飛び地となっている。北を下河原と大阪府池田市と島南、北東を池田市空港、東を豊中市、蛍ヶ池西町、南東を豊中市南空港町、南を伊丹市岩屋、南西を伊丹市森本、西を伊丹市桑津、北西を伊丹市中村と接する。古くは 摂津国川辺郡池田の里と呼ばれていた場所の一部。川辺郡誌によると、現在の大阪府池田市にあたる部分が、豊島郡に属して、以降も当地は川辺郡に泊まり、上限年間にお坂田へ解消したとされる。江戸時代にはお坂田村となり、主にタバコや綿花の栽培が行われていた。明治に入って、上密村の大技となり、表記を小坂田に改める。 1920年の時点で人口272人。1941年、阪神国際飛行場の拡張工事に際して幼稚収容が行われ小坂田と東桑津の集落を解体。東桑津は稲川東岸の飛び地だけを残して小坂田に編入される。両地区の居住者は全員退去するとともに、域内の自社もすべて周辺へ移転した。 大阪国際空港の所在地である。大阪高速鉄道大阪モノレール線の大阪空港駅は一部の敷地が小坂殿にあるが、住所は駅長室の位置より、豊中市、ホタルガ駅西町となっている。伊丹市バス、阪急バス、その他各種のリムジンバスが空港から伊丹市内や周辺各地へ発着している。AB 角川日本地名大辞典。 第28巻兵庫県342ページありがとうございます。